セカンド正面を落としている。結果はダブルプレーになりました。ということで、これ今のプレーですけれども、セカンドライナーのはずが高橋がポロリ落としてしまった。結果4-6-3のダブルプレーになったんですが、どうですか今の競技しているのは、わざと落としたんではないかという、はいはいはい、でこれリプレイ検証するんですかね。今日は球審式だ。これはリプレイ検証ではないですね。ということですね。ということで今二塁手の川口です。ただいまの二塁手高橋選手の落球を故意落球と判断し、故意落球、打者アウト、ランナー1、3塁で再開いたします。なるほど、故意落球になるんですか。さあこれで森監督が今度は出てきてということになります。ダブルプレーを取れるはずのところで取れなかった森監督の抗議と、ただ、ライナーいわゆるフライアウトをああいったことをする、いわゆる内野フライが、宣告されるケースもあるんですが、ライナーでこういう故意落球というのも反射的に立山さん、こうそういう技術があるということなんですかね。それできないことはないですか。そういうことですか、はい、強い打球ですしというね、こういう感じだったんですが、このキャッチでした。ちょっとね、やはり芯では捉えられなかったというところでもあったんですが、結果的に